はい、ホールちゃんです。はい、ごめんね、もう画面上がる通りダウニーさんですね。ダウニー、ダウニーさんは、ダウニーさん、スパイキーや。ダウニーさんはカフェでパソコンしてる、あれがダウニー。こっちか、奥のカフェで座ってるあれな。ワンの時仕事してた人がダウニーな。ワンの時の人やな、これ。スパイキーさんね。はい、はい、行きました。これね、今日やりたいのはスロット。はい、スロットよ、スロットの時間でございます。はい、これのね、まあギア増やすんじゃないね。サザエが今59個溜まってるので、このね、イカ速が欲しいんです、パパ。で、このギアのかけらを集めるのに、もうちょっとクリーニングで、毎回ね、あの、2万コイン使ってクリーニングしてとか、ね、あの、フェス中はね、フェスティー機で2000円でクリーニングしてとかってやっとったんやけど、ちょっと、遠いんだ。がもう、今日ね、50個のサザエ使って、50個のサザエを使って、これ、スロットを回して、イカ速3つ、つくかどうか。やっていきたいと思います。はい、まあ、50個は今日全部回します。はい、とりあえずもうどんどんいきます。これね、まあ、スロットをこう回すことによって今ついてるやつが、かけらになってくれるんです。で、かけらはね、他の分につけることができるから、でこのかけら集めっていうのがめんどくさいんですよ。はい、でも早速ね、やっていきましょう。50回分回していきます。揃うのか。で、ちなみに、これクラーゲスっていうのが、イカ速がつきやすいギア、ギアっていうか、ね、ブランドになっております。はい、で、ちなみにクラーゲスのつきにくいっていうのが、クラーゲスつきやすいのがイカダッシュ速度アップね、こうイカ速で、つきにくいのは爆風ダメージ軽減。はい、とりあえずイカ速これ3つつけるよ。この今回これで50回回して全然出ない。いきます。では付け直します。1回目。はい、どうだ、来るか。はい、まあまあどんどん回していきましょう。2回目いきます。2回目。兄ちゃんの尻尾で遊ばれとうかしら。さあ来い。おっ、あー、惜しい。3回目。惜しいな。2個はついた。こうもう1個つきたいの、もう1個ね。イカ速3っていう、まあ、でもイカ速出るね、やっぱり。ちょっと行ってくる。つきやすいブランドになっておりますね。つけろ、お願いします。さあ、4回目。彼、うるさかった。ごめん。はい。なんじゃ、これは。まあ、あれか、戻ってくる、復活短縮ね。どんどんか、つけ直します。はい。さあ、行け。おー、待って、これ全然やね。イカ速1個も出ないもんね。付け直します。さあ来い来い。まあそうなるよね。やっぱりね、イカ速2ぐらいはついてね、惜しいっていうのを見たいよね。はい、50回回していくよ。さあ来い。1個も出えへんっていうね。はいはい、付け直す。さあ来い。抽選中でございます。さあ、イカ速、おい、来ない。1個は出るね。さあ、つけ直す。どんどん行こう。これは9回目かな。さあ、来い。おい、2つ。いいんだけどね、これでもね。うん。まあでもね、3つ揃えるのが綺麗やし、それが欲しいからね。かっこいいね。全部ついてるのってね、ギアが綺麗にね。とりあえずね、もう色がね、ピンクじゃない時点で違うんだ。ガソクさんは。はい、これ10回終わったよ、もう。50回で1個ぐらいはつけたいよね。1回ぐらい出るんかな。イカ速見て、めっちゃ綺麗に揃ったよ。以上となりました。はい、11回目かな。で、揃っちゃいましたね。はい、揃ったらおしまいなんだ、この企画ね。でもサブ効率アップよりスペゲンダウンの方がいいなと思ってしまうね。さあ、ちょっとね、靴揃っちゃったんで、違うクラーゲスのやつで、残り、49回かな、回して39回かな、回していきたいと思います。はい、付け直す。でも1回はね、揃ったから、11回で揃ったからね。うん、これちょっとびっくりしたね。まあ、多分ここからね、ダラダラね、揃わないっていうのがね、続くんでしょうね。うん、イカ速3つついたらかっこいいからね、こういうのね。はい、そうね。はい、付け直したね、ありがとう。まだまだいくよ。さ、50回で何個つくかよね、その3つ揃いっていうのが。確率わかるからね。おー、2個。惜しい。いいよ。惜しい。そういうのはいいよ。もう何回目かわからへんね、今。おっと、一足に。で、思ったのはやっぱりね、つきにくいっていうやつね、本当についてない気がする。
出てきてない気がする。うん、来ないね。さあ来い。ね、イカスクが ね、 あのね、ボールドマーカーにとって必要っていうのは最近分かったんで、はい、イカスクいいよね。さあ行け。さあもうそろそろついてもいいんじゃない。ベンってベンってペンペンペンってイカイカイカみたいな。惜しい惜しい。最後一個だけやった。このパターン多いな。インク軽減、インク軽減って俺必要なのかどうか分からへんねんな。うん、ボルドーにはいらないと思うよ。ボルドーにはいらん。他の武器にはいるかも。どうぞ。大型武器は必須。あ、そうなんや。シャモとかバケツとか、あとは必須。マニューバーとかも 1.3 ぐらいはつけてる人多い。あ、そうなん。あ、だってシュンってやったらなくなるやん。あれどういうこと、どういうこと、どういうこと。シュンってやったら消費するじゃない。メインク効率でしょ。あ、違う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 、あれ、あの相手インク軽減なんていうの、これは。あスピナー系でつけてる人いる。そうなんや。足元濡れないからスピナーって。あーそうか。とかそれとか筆につけてる人もいるよ。あーもう相手の陣地に入っさっき入りに来てってことか。わちゃわちゃってやるから。なるほどね、そういう使い方があるのね、うん、もうこれね10回ぐらい回してるんだよね。こういうダラダラ言いながらね、1回もつかないっていうね。今回率悪いな。10回で1回ついたらさ、5個つけれるからね、今からね。まあまあ、そういうことないでしょう。これ多分ね、もうつかないっていう可能性が出てきたね。さあ、来い。来ない。さあ、つけ直します。どんどん行きます。はい。来るか？来いよ。一括速すら出ない。きついな。うん、絞られてる気しかせんな、これな。あ、惜しい惜しい。いい、いい、いい。かけらは集まるからいいんだ、かけらはね。うん、かけらね、多分ね1からイカ速全部行こうと思うと60個かないるんですよね。まあ、ただ2つはもう確実についてるやつとかやったら、あと1個だけとかってなった時に30個いるんですよ。それでもうん、0の最初の1個、最初の1個が10で、1個あってもう1個目、2つ目っていうのが20で、3つ目っていうのが30いるんですよ。だからね、まあ合計60。まあでも2つついてるやつからスタートするから、まあ最低30個いるイカスクがね。いや、やめとくじゃない。付け直す。さあ、これでね、もう、20回かな？じゃあ30回終わってんのか。これ2回目率悪いなぁ。さあ、どれぐらい、やっぱさっきの11回でついてしまったのは結構奇跡なのか？さあ来い。どんどん回す、どんどん回す。このね、スーパーサーであんまり使うことがないんですよね。そう、このね、今見てもらったら分かると思いますけど、これクラーゲスっていう、星1のね、ギアじゃない、服なんですけど、まあそれね、3つスロットが付いてるってことは、もうこいつにサザエ2つ付けて、スロット解放したということですよね。うん。さあどうか。惜しいねー、惜しいねー。2つは揃うな、2つは。3つっていうのがきついんやな。さあ、どん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 抽選していきましょう。さあ、イカ速3、惜しい。ほら、2つって来る。2つは来るんだ。2つって結構あり得るんか。3つっていうのはほんまに来おへんな。さっきの11回出たの何やったんだろうな。惜しい！ピンクだから見間違える。さあ、どんどん待つ、どんどん待つよ。50回今日回し切るからね。もう使うことがないから、あんまり。惜しい！ほら、2つは出る。でも2つ揃っとったらもう多分なんか、あれかな、ギア30個ぐらい集まってそうだけどな。まあまあ、いけいけ。さあ来い。はい。で、1個もイカ速がない。まあでもね、こういう後にね、まあスパイキーさん分かってるから、イカ速をねパッてつけるからね。さあ来い。おい、言ってんなスパイキー、分かってるな。うるせえ、うるせえ。まあまあまあ、まあまあね、これから1個ついて2個ついて3つパンってつくからね。さあ来い。あ、1個ついた。ほら1個ついた。分かってるね、分かってるね。次ついてもね、こう2つつくんね。イカ速2つが来るよ、イカ速出すが来るよ、来るよ。抽選中です。あー来い。来ない。ゼロになったわ。やべえ、イカ速全くこんくなったよ。どういうことだ、おい。在庫切れだ、今日発注。え、マジ発注。ほら、もうマジでこんくなった。やばいやばいやばい。ほら、あるやん、お蕎麦屋さんとかさ、今日蕎麦なくなったから。マジ、そんな感じ。今日の多分イカ速なくなった。来い。いいか、あったあった、1個あった。あと何個あるん俺。このギアセットめっちゃピンクやで。あと何個あるん俺。15、あと6回しか回されんよ。さあ来い。さあ、はい。うわ、2つ来た。2つ来たけど、これ真ん中のやつってこれつきにくいグラウンドじゃなかった？空気ね。クラーゲスにとってつきやすいのとつきにくいのがついてる。これ確率的には一番すごいの引いたかもしれない。やんの。さあ、いけいけいけ。あとね、もう2、3回しか回されんから、10、50回いって来い。
最後の最後で来い。あと4回か。さあ来い、あと4回です。どうだ、加速揃うか。来ない。さあ付け直します。あと3回です。これ含め3回。来ない。やばいぜ。付け直す。あと2回。これ入れてあと2回。来るか。いい加速3つ。来ない。くっそ。ラストですね、これ。ラスト。今回50回の、スロット。ラストです。ラストゲームです。はい。ラストで付くのがスパイキーさん。お願いします。来い。来ない。全然来ない、毎回。ということで、まあね、50回回して、1回はついたね。うん。ってことは 0.2% ぐらいはあるのか？単純計算やね。ん？ 0.2% じゃない、いやいやいや、2% ぐらい。2% ぐらいはあるんか？まあまあまあ、つかないよりもマシやからね。はい。で、とりあえずあと9個は置いときましょう。はい。はいはいはい。で、ちょっとこの復元っていう方を見たら、わかるんかな？今どれぐらい持ってるか。なんでもいいなんでもいい。はい、イカ速74個！待てってことは俺、なんかこれいけんじゃね？そう、さっき説明しとった分ね。待て、イカセーラーにつけるの？もう一個あったじゃん。お、スーツがある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 、かっこいいスーツがある。ほら。潜入捜査官のやつよ。潜入捜査官のやつよ。これ、はい。これいこう。これいいよな、絶対な。つけた方がいいよな。これはありだと。みんな真っ先につけると思うよ。やな。うん、ありなやつ。はい。イカ忍者ってね、こうイカになった時に、この何、何波が立たないっていうのかな、なんかバシャバシャしないのよ。だからどこにおるか、ちょっと分かりにくいっていうイカ忍者ね。で、デメリットとして、うん。イカ速の速度が遅くなるよ。あ、そうなん、だからみんなつけてる。あ、これで補うって感じなのね。そうそうそう。なるほど。はい、で、これ、今、このイカ忍者の分に、1個もイカ速ついてないんですよ、サブ。ってことは、必要なかけらの数、これ10個。最初に1個目やからね、10個。で、つけます。はい、つけました。で、これ、次、2つ目ですね、これ2つ目。イカ速がもう1個ついてる状態なんで、持ってるか、必要なかけらが、イカ速に、カーソル合わせると、20個。必要になりますね。はい。これ30個。ね。合計でね。はい。もうつけます。オッケー。そして、これ3つ目ね。これ、一番左のこれ。これに、イカ速のカーソル合わせると、はい。必要なかけらの数30個。でも、これだから60個。ね。3つつけるの60個あります。はい。ということで、つけたいと思います。さあ来い！ありがとうございます！いやー、これ嬉しいわー。ちょっと待て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 。もう、すぐ着替えねえか、これ。すぐ。これで俺、A に上がれるんじゃね。はい。ということで、潜入スーツに、これね、さっき、11回で、なんと11回で続くことができた、イカ速。はい。これちょっとね、綺麗についてるのが、これしかないか。これでいこうか。なんか綺麗だからつけよう。はい。はい、ということで、今ね、パパの中で揃ってるって言えるのはもうこの3つですね。ギアが綺麗に揃ってると。ただ、ここがな、ちょっとな、なんかな、ってな、感じやな。頭ちょっとね、綺麗につけていこうと思います。まあ、目指すはイカ速ね、これあと1個だからね、つけたいかな。ただ、スーパー着地もいいし、着地軽減？こういうの？あ、こういうのもいいね。こっちの方がいいかもね。負けても、これね、スペシャル減少量ダウン、これ。やられた時のゲージ量の減少量がダウン、少なくなるから、これプラスでちょっとスーパージャンプの時間が、もう 0. 何秒やけど短くなるっていうね、これがいいかな？多分ガチマッチとかだったらこれの方がいいかもね。うん。いやー、でも、スロット50回回すだけで、2つできたんね、今日ね。一個は、普通に三つパンってついたのと、もう一個は、ま、それによって溜まった、かけらで綺麗にできたと。気持ちいいね、今日。今日この動画、俺得だわ。ゆうちゃん。はい。簡単に言ってたけど、うん。50回クリーニングするのって、うん。100万もしくは、スーパーサザエ50個やん。スーパーサザエって1フェスでもらえても25個前後なんやん。うん。2フェス分やん。うん。1ヶ月かかるやん。全然楽じゃないねんな。なるほどね。そう考えるとあれか、俺が今なんか全く使わんと貯めとったから楽って感じなのね。そう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 。なるほどね。みんながパッとできるようなことではない。あ、100万貯めろっつったら結構かかるだろう。うん。重労働、100万スプラで100万貯めるのは結構重労働だろ。まだでもフェスはなんとかなるんじゃない？ 2フェス分やからな。で1ヶ月はかかるやん。まあね、最低ね、うん、その次のフェスまで待たなあかんからね。はい、ということで、今日はね、スパイキーさんのクリーニングスロットやってきました。はい。まあまあ、これでパパ、おめでとうと。頑張っていこうと。この方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。いやー、もう顔のにんまりが取れねえわ。